ダルビッシュ、ついに無双モード突入、わら。パドレスのダルビッシュ有投手が5日、日本時間6日、本拠地でのドジャース戦に先発登板し、7回途中4安打2失点、自責1の力投で今季2勝目をつかんだ。元同僚左腕のクレイトン、カーショー投手との投げ合いを制し、防御率は 3.19 となった。立ち上がりで崩れなかった。初回先頭のムーキー、ベッツ外野手に四球を与え、2番フレディ、フリーマン内野手には右二塁打を浴び、無心に、三塁のピンチを迎えた。だが、動じることなく最小失点で切り抜けると、その後はリズムに乗った。94球の力投で6回に3を4安打1四球6奪三振。降板時は温かい拍手が送られた。ダルビッシュは4月23日、同24日、のダイヤモンドバックス戦で今季初勝利を挙げて以来の今季2勝目に、笑顔を見せた。今日カーショーに投げ勝った模様。ダルビッシュ、37、2勝2敗、3.19、36.2 回、奪三振40。ようやりすぎとる。マジで40歳になっても通用しそうやな。WBC ダルとは何だったのか。WBC 見てたらどうなるかと思ったが上げてきたか。通算190勝、200勝今年いける。これもう投手版イチローやろ、3年後も WBC 出場やね。求められてる仕事するおじさん。